DW レスの鈴木です。今週のプラグイン番外編、今回はフラクチャーサウンドのスレイベルというフリーのコンタクト音源をご紹介してみたいと思います。何が番外編かと言いますと、通常の今週のプラグインって私と堀田先生の2人でやってるんですけれども、この番外編では私一人でフリーのコンタクト音源を定期的にご紹介していけたらなと思ってるんですけれども、今回はその名の通りスレイベルのライブラリになっております。スレイベルというパーカッションがあるんですけれども、おそらくその名前聞いたことない方でも音聞けば、あ、これかって分かっていただけるかと思うんですが、ちょっと鳴らしてみましょうか。はい、ちょうどこれからの時期で使うこと多くなるのかなと思うんですけれども、ライブラリ自体は非常にシンプルで6種類のスレイベルが収録されていて、 C3 から A3 まで発見だけですね、こちらでトリガーすることができるようになっています。そしてパラメーターも4つと非常にシンプルで、タイトネスとダンピングで音のアタックとリリースの質感ですね。ダンピングがミュートに相当するようなパラメータなんですが、プラスワイズ、ステレオの広がり具合、そして内蔵のリバーブですね。なんでリバーブとワイズ切ってしまうとすごくダイレクトな音を作ることができますので、ここに好きな自分のリバーブを乗っけていってもいいのかなという感じですね。はい、基本これだけです。今はスレイベルというパッチを使ってるんですが、インスタントクリスマスというパッチももう一つ NKI として用意されていて、パッと見一緒のようなんですけれども、画面のキースイッチの緑の部分ですね、こちらでクリスマスのスタートとストップっていう謎のキースイッチが出てきます。はい、これ何かというと、スタート状態にした状態でホストのシーケンサーを再生すると、自動的にこのクリスマス系の何でしょう、ループを鳴らしてくれると。でどのベルで鳴らすのかというのはミディノートで指定することができると。で止めたい場合はストップ止めることができると。で当然これはホストにシンクしてますので、こっちのテンポを変化させてあげれば追従させることができるようになっております。まあどうですかね、これおそらく打ち込んでしまった方が融通効いていいのかなと思わない気持ちもないんですけれども、まあ、簡単にこのクリスマス感を出したいなんて時にはこういった機能をご活用いただいても面白いのかなと思います。というシンプルなライブラリなんですけれども、音源自体はかなりしっかり作られておりまして、ベロシティレイヤーも3段階ですかね、そしてラウンドロビンも結構な数が入っていたりしますので、かなり使えると思います。なおこのタイトルはコンタクトの 5.5 以上、つまり優勝版のコンタクトが必要になってしまいますので、その点だけご注意ください。ライブラリーの入手先については動画の概要欄に URL 記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今後もこの今週のプラグイン番外編定期的にやっていきたいと思うんですが、おすすめのフリーのライブラリーとありましたら、ぜひコメント欄から教えていただければと思います。またチャンネル登録や動画への高評価もぜひお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。